ジャースで対戦したくないピッチャーは誰？という質問にムーキー、ジョー・ケリーだね。ジョーはただ気にしないんだ。彼はボールがどこに行くか気にしてない。もしボールが当たってもそれで終わり。僕はもう少しボールが当たることに罪悪感を持ってるピッチャーがいいな。面白すぎる。少しくらいは気にしてほしい。気にしてないとか笑え、何かわかる気がする。気にしてないんだろうし、わざとの場合も。全く悪気なさそうな顔。おそらく球界では有名なんやろうな。正直すぎやろ。面白いコメントやな。ギャグセンスありすぎ。確かに当てといて悪気がないのはちょっとな。藤波ってのがいるけどそんな感じか。当てて悪気がないとか悪質すぎやろ。せめて申し訳なさそうにはしてほしいな。ベッツが遠回しにケリーの濃厚をディスってて草。ちょっとわかる気がする。チームメイトにそこまで言われてて草。チームメイトにもズバズバ言うベッツ笑い。ムーキーベッツ正直すぎるやろ。ケリーには気をつけろって通達される。すでにそうなっていそう。ケリー好きやし復活を待ってるけど、少しは気にして投げてほしい。ケリーが想像通りのケリーすぎて草。メンタル弱い選手にそのずぶとさを分けてあげてくれ。ジョー・ケリー、ボールがどこに行くか気にしてない。そういう体でサイン盗みしてたアストロズにバンバン当ててたのかな。でも当てた後も相手に睨みつけてたしな。日本には藤波がいるから。藤波やないか。リハビリ登板したみたい。足戻ってくるのもそろそろかな。さ、でもこういうメンタルの投手大事。当てることへの罪悪感はなさそうやな。ボールがどこへ行くかわからないって制球力。正直すぎて草。それは確かに嫌やな。でもベッツ正直やな。制球力のない投手との対戦は確かに緊張感が上がるよな。それはバッターボックス立ちたくないな。当たることに罪悪感がないって草。さすがにそれは草。当てても罪悪感がないのは嫌やな。そんなことをさらっと言うベッツ、理由が面白すぎやろ。確かに対戦したくない投手やわ。